配信してなかった。ああ、OK ですね。はい。ユストもこれで流れました。はい。こんにちは。はい。それでは、お昼のスピーチのテレビ始まります。今日もですね、待望の、ジェイズチャレンジということで、もう、待望かどうか。6人目ですね。はい。今、57人、59人ですかね。はい。ガンガン宣伝しておりますって今来ておりますけどね。はい。そういう形で今ちょっと来ておりますけど、はい、まあぜひですね、皆さんもあとは初めての方もいらっしゃると思いますので、楽しんでいっていただければと思います。それではジェイドチャンネリング始めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、それでは、切り替えていきますのでよろしくお願いいたします。よいしょ。はい、はい、はい、皆さんこんにちは。始めます。はい、それでは早速いきましょう。これで何回目でしたっけねって言うんですよね。とりあえず、まあ、正式なやつは6回目なんですけどね。はい、まあ、ちょっと出ていただいたりしてるんで、まあ、7回ぐらいは来てるんじゃないかと思うんですけど。はい、はい、じゃあいきます。もう自己紹介抜き。はい、じゃあ行きます。ちょっと待ってくださいね。質問受けちゃっていいんですよね。あ、いいですよ。はい、じゃあ質問でいきますか、今日は。はい、あ、両方ともお好きですけど、私はどっちも両方ともお好きですね。はい、はい、ということで質問がありましたらお寄せくださいということでね。はい、くまさん、たらこさん、だるまさん、ウリエルさん、天童さん、あ、天童さん、天童さんですね。グリーシンさん、こんにちはということで、はい。なんでもいいですね。気楽にご質問していただければと思います。はい。はい、チャネリングはなかなか自分に対してすごく、まあ、ピンとくるようなメッセージとか、気づきを与えるね、メッセージが来ますんでね。よろしくお願いします。はい、すぐには書き込む時間があるから来ないかな。そうですね。はい。で、ちょっとメッセージの方じゃあ行きましょうか。はい。よろしくお願いします。はい、じゃあ、メッセージの方を下ろしていきます。はい。今日はちょっとワーク的なのは、含まないかもしれないし、含むかもしれないという感じで言います。はい。前回は、アカシックとかそういう、まあ、最近の話題について触れてます。今日もちょっと少し触れていきましょう。はい、うん、皆さんが、今現在、いらっしゃる地球っていう状態、まあ、日本でもいいです。現在生きていらっしゃる場所、に関して、または自分自身に関して、特に自分自身というものをよく知ってらっしゃるでしょうか。自分を分かってらっしゃるかどうか、当たり前じゃん、自分のことだもの、そういう答えに返ってくるのがまあ普通かもしれません。でも実は案外自分のことはよく分かってない方の方が多いです。現在、してらっしゃる方の中に気づき、または覚醒されている方もいらっしゃいます。それが増えてきています。それは、これからどん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 増え続けます。ですがそれでもまだ、きちんと自分のことを分かっていらっしゃらない、そういう方もまだいます。それは何かというと、日本語でいう自覚という言葉に表れています。自分を悟る、自分を覚える、自分の記憶ということをきちんと分かっているかどうか、そこに、フォーカスを当ててみてください。自分の過去を覚えてますでしょうか。小さい頃からの記憶というのをちゃんと覚えてますでしょうか。実は忘れてることが多いです。または忘れようとして、見ないようにしている、目を閉じている、そういう記憶というのもあります。それは何ででしょう。それはもちろん不安、恐怖、見たくないものを見てしまった、そういったような、記憶があるからです。それは人間の普通の自己防衛です。ですがあえて、見てみること必要がある場合もあります。皆さんがもしチャネリングに興味があったり、スピリチュアルな世界に入っていこう、もちろんそういう力がいらないという方はそういう選択をしなくてももちろん構いません。あくまで私は常に、
提案をしているだけです。そういう選択もあるんだよという提案です。それは強制でもありませんし、私は常に、ニュートラルで、そういう提案をメッセージを送っているだけです。そういう世界もある。そう思ってください。そこを、間違えないようにしてください。あなたが選ぶ未来というのはあなた自身が決める自由があります。これからの未来を幸せに過ごしたい、笑顔で過ごしたい、明るい状態で過ごしたい、そうしたいのなら、あえて選んでほしいと思います。なぜなら自分をちゃんと理解するということが実は、ハートのチャクラに関係してくることだし、これからの生活に関わってきます。どん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 周りが覚醒しているのに置いてきぼりを食ったような感覚、そういう違和感を覚える人もいるかもしれません。それは選択次第です。あなたが私はこれでいいんだという選択をするならばそれで構いません。それとも変わりたいという選択をするならば変われます。そういう変わりたいという時に自分をよく知っておくということは実はものすごく有利に働くんです。というのは一般的にカルマとかトラウマとか、過去の因縁という言葉を使います。実はそれはないと思ってもいいんです。ないという選択ができるんです。そのために自分をよく知ってほしいんです。自分を知ることでそれを消すことができる、または過去の書き換えということができます。その理論を、別の言い方をすればヒプノとかカウンセリングという言い方もできるでしょう。実際そういう手法です。あなたの記憶は変わります。過去の書き換えを行うことができます。過去世で嫌なことがあった、それがトラウマになっている、そうあなたが思うのならそれはトラウマです。ですがトラウマではこれはないとあなたが決めてしまえばそれはトラウマでなくなります。簡単なんです。それを思い込むこと、それが今までの既成概念でありあなたを作ったんです。あなたを作ったということをきちんと把握する、それが自分をよくわかるということです。それが自覚と言います。皆さんは自覚しているでしょうか。自分が覚醒しているという自信がありますか。自信を持ってください。自分を信じてください。そして自分を覚醒させてください。今皆さんは夢の中にいるのと同じなんです。夢から目を覚ましましょう。現実に実際にちゃんとグラウンディングするための第一歩です。それをしてみてください。自分の点検チェック、過去の記憶、嫌なことから目を背ける、皆さんのある意味枠になっている、概念です。考え方です。枠を作らないこと、これがまず第一です。これがスピリチュアルのスタートです。その枠を作っているがゆえに、周囲と敵対するということを理解してください。あなたの枠というのはあなた以外には通用しないんです。あなたの価値観はあなたの価値観であって他人の価値観ではないんです。そしてそこがすれ違いとか、行き違い、またはイラつき、怒り、そういったような感情に発展していってしまいます。それをなくすためにはどうしたらいいか。まず自分を知ることです。そして自分のものだ、自分の範囲だ、自分の枠だというのをどこまであるのか、何がどういう内容なのか、その枠から出してください。枠から出てください。私の説明だと分かりにくいかもしれません。でもあなたの周りに枠があるということだけはイメージとして、理解してください。それを作っているのはあなた自身です。あなたの価値観はあなたの枠の中でしか通用しないんです。宇宙ではそんな枠は必要ないんです。そして枠は実際にはないんです。あなたの幻想です。あなたの中でしか通用しない枠があるという既成概念があなたに働いています。それを作ったのはバーストラウマと言われるものだったり、過去の過去性とか、いろんなもののトラウマと呼ばれるものだったりします。でもトラウマは実は書き換えたり、幻想だということの設定ができます。それを一般的には設定の法則とかいろんな心理学用語を使います。またスピリチュアル用語を使います。でも実はスピリチュアルというのの本当の本質というのは何もないとこから始まります。ゼロからリセットしてください。あなた自身をリセットすること、
それを、お勧めします。そのためには呼吸法を学ぶ、または瞑想法を学ぶ、きちんとした先生についてそういうことを行ってください。ただし自分が苦しいとか辛いことでそれは覚醒しません。はっきり言います。苦行を選ぶという選択もありです。それは自由です。あなたがそういう辛い修行や苦行をして覚醒したいというならばそれは自由です。否定しません。でもあなたが辛いと思う部分、それは何ででしょうかという理由を探してみてください。辛いことを選ぶ、修行をしなければいけない、いけないという枠です。それを出てくださいということです。あなたが選ぶのは自由ですが、そこから出るためにそれを選んだのか、それともそこから出たくないからそれを選ぶのか、それは大きな違いです。出たくないのではなくて出てください。そこからスタートします。別に苦行をしなくても修行をしなくてもスピリチュアルな世界には入っていきます。能力がなくてもいいんです。幽霊が見えなくてもいいんです。普通の生活をしてください。愛にあふれた幸せな生活をしてください。それがスピリチュアルの原点です。それを忘れないでください。勘違いをしていらっしゃる方が本当に多い。皆さんの地球上での生活を、良いものにしていくために、魂を、高い波長に保つためにどうしたらいいか、それを迷わないでください。まっすぐに自分が信じた道を歩める状態に自分が整えていく、そういう設定をしておく、またはそういう選択をしてください。何も苦しい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 と繰り返すことはないんです。苦しい苦しいと言ってる、つまりその時点でその苦しさの波動と同調しているということです。その同調をやめてください。バイブレーションをテンションを上げましょう。楽しく明るい状態に上げてください。上がることができると言ってるんです。私はそれを選択を提案してるんです。そしてそのやり方も少しずつですが、お伝えしています。それをやってください。アクションしないで何もできません。ただ口で言うだけでは何もできません。口で喋るのは自由です。ただ言葉を大事に喋ってください。喋った言葉は返ってきます。つまり悪い口調で喋れば悪い口調で返ります。感謝の言葉、愛の言葉で喋ればあなたに愛や感謝が返ってきます。それはお金でも同じです。すべてのものに対して同じです。あなたがしたことはあなたに返ります。つまり、低い波動で辛い苦しいをやってれば辛い苦しいという被害者になるという波動が寄ってきてしまうんです。つまり加害者が現れるんです。あなたを辛い目に合わせよう、苦しい目に合わせようという被害者をあなたが作っているんです。被害者と加害者の関係コントロールされたいというあなたがいるだけです。それをやめてください。苦しいとか辛いとかまず言わない。でも否定はしない。苦しい辛いを抑え込まないでください。それを認めてください。ただ受け入れればいいんです。受け入れて、あ、こう思ってたんだ、だからなんだという理由を探して、それを原因を排除してください。それを消すことの選択をしてください。そのためにはあなたはどうすればいいかといったらシンプルなことです。ありがとうということ、学びを与えてくれてありがとうと思うこと、それは最初は大変です。最初は今までの基礎概念を壊すということは怖いです。不安です。大変です。でもその大変をしてみてください。やってみて、もし自分には向かないとか自分はできないや、投げるのも自由です。それは私は強制はしていません。あなたが自分の人生を選ぶだけです。それを幸せなものにするのはあなたの力、あなたの考え方、あなたの行動だけです。やってみてください。とにかく動いてください。そして考えてください。ただ頭だけの理解はやめてください。本を読んで成功した人がいますか？成功の本を読んで成功した人がどれだけいるでしょうか？本は知恵、知識を与えてくれます。でも本当に学ぶということは、本を読んでそれを実行しなければ意味がないんです。いくら本を読んでもただのデータです。データをちゃんと自分のものにして行動しなければ全く意味がありません。どんなに良い本だってただの良い本です。あなたの役に立てるためには、あなたがそれを使って行動することです。難しい、理解できない、そこでストップするなら、それは自由です。それも自由です。でも、それを
読むと選んだなら最後まで実行してみてください。瞑想の本を読む、あなたが実行しなさいということです。実行するということ、それがまず第一です。でも強制はしてません。繰り返しますが強制はしてませんよ、あなたがやりたくないならやらなくてもいい、そのままでいいならそのままで楽だ、それでいいです。楽で幸せならそれで構いません。でもどこか悩んでらっしゃる、どこか何かをしたい、何か違和感を感じる、悩んでるから、助けてほしい、そういったサイン、そういった波動だから皆さん集まってらっしゃるんです。だから皆さん相談するんです。占い師さんやカウンセラーさんやいろんな人を探します。でもそこでさまよってるのだけでは全く意味がない。あなたが幸せになるためにはどうしたらいいかという方法をこうやっていっぱい示されてる、いっぱいサインがある、いっぱいいっぱいいっぱい地球上にはそういう高い波動を送ってるんです。私だけではないんです。いろんな人、いろんな存在、いろんな形でサインが送られてるのに気がつくか気がつかないか、そしてそれに気がついて実行するかしないか、それは皆さんの自由なんです。気がついて実行してください。ただそれだけです。本当に簡単で本当にシンプルなことしか実はないんです。あなたが難しくしてるだけです。難しい難しい、この方は難しい、この、やり方は難しい、そう思ってるだけです。実は簡単なんです。ただ瞑想すればいい、ただ考え方をちょっと変えるだけ、ただ普段の生活をちょっと変えるだけ、習慣や食習慣、または環境とか、考え方ちょっと変えるだけです。それを変えてみることをしなければ変わりません。当たり前のことです。変えてみる、試してみて、あなたに合わないならそれはそれでいいんです。それはそれの学びです。変えてみて自分に合った方法を最後まで貫けるか、ゴールにたどり着けるか、あ、ゴールが見えないからもうダメだ、やめちゃうのも自由ですけど、やめないでゴールまで行ってみるということが一番大事です。継続は力なりという良い言葉があるじゃないですか。やってみて継続してください。本当のゴールがちゃんと見えます。そこにあるんです。ただあなたが続けるか続けないかの選択、そしてゴールを見ようとする集中力、または考え方、または行動してみるという決心、決意、それが自覚につながります。あなたを知るということにつながるし、覚醒につながります。覚醒すればどんだけの素晴らしいものが待っているか、それを考えてください。常に幸せであるということを考えてください。私はそれだけの恵まれた状態になっているというイメージを持ってください。そうすれば励みになります。その励みのエネルギーはあなたを高い波動に連れてってくれます。導いてくれます。導かれてください。それが皆さんへの提案です。あなたが私を詐欺だとか嘘だとか、ただ本を読んでそのままのことを言ってるとか思うのは自由です。嘘つきで思われても私には関係ありません。そして皆さんにも関係ありません。その後それを関係性で考えること自体が違うんです。あなたはあなたの選択をしてください。あなたのゴールがある。それぞれ一人一人全部違う幸せがある、全部違うゴールがあるんです。ただそれだけです。ものすごくシンプルに考えてください。何も難しいことを言ってない、何も難しいことをやると言ってない、何も難しいことを考えるとは何にも言ってません。ただ私はメッセージしてるだけです。そのメッセージにどう反応するかはあなた方の皆さん一人一人の個人個人の選択なんです。ただそれだけです。良い未来が来るように私は祈っています。今日のメッセージこれだけ、終わりです。それじゃあまた後は質問コーナーにしましょう。はい、ありがとうございます。ね、なかなか体調が万全ではないところもあると思うんですけど、なかなかそういうところで頑張っていただいてありがとうございます。はい、まあ、ちょっとね、書いてる方がね、眉間に幸せでとかって書いてたんでね、まあそれはちょっとあれなんだよと、ちょっと今結構体調大変なとこでやってるんで、ちょっとご了承くださいって書いたんですけど、どうもありがとうございます。いえいえいえ、いや今日のね内容も何ていうかな、ちょっと聞いてたんですけどね、これある種ガンダムみたいだなっていうか、ちょっと例としては良くないんですけどね、
ガンダムって何回か見ないとね、本質的なところにちょっと分かんないところがあるんですよ。ですごくね、この短い時間にどん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 マシンガントークほどではないんですけど、いっぱいこういう深いこと言ってるじゃないですか。で深いことっていうのは結構自分の中で噛み砕いていかないと分かんないじゃないですか。でそれだから何回かね見た方がね、これってすごくよく分かるなとちょっと思いましたね。なんか聞くというかですね、はい。まあ、前にも一応言ってますよね、繰り返し見てくださいというのは。はい、ところその一つの時間の中に3倍ぐらい深いことが凝縮されてるような感じですよねと僕は思うんですけどね。はい、大丈夫ですかね、あのもう息がもうあれじゃないですか。すいません。でもあれですか、ジェイドさんとつながるとエネルギーとかってやっぱ変わってきますか。あ、変わりますね。うん、うん、多少の病気はなんとかなっちゃいます。そうですか。結構好転してるとことかあるんですかね。あ、ありますね。好転反応っていうか、まあ一旦悪くなってから良くなるっていう感じもあるんですけど、そういう時も、うん、まあ結局良くはなりますよ。あ、まあ好転反応って意味ではなかったんですけど、まあ良くなってるかなっていうことだったんですけどね。はい、そうですね。まあエネルギー的にもどんどんこう変わってくるし、例えば昔と表情が全然違いますよね。そうですか。すごくね、表情が良くなって笑い顔がどんどん出てくるようになってきてますよね、最近ね。だから実はやっぱ皆さんもね、なんかこう、こう視聴者受けもすごくいいんじゃないかなと思ったんですけどね。はい、でもまあ今日もね、いっぱい来ていただいてですね、質問もいっぱい来てますよね。はい、ぜひどんどんお寄せください。最初の方だとね、誰でしたっけね、最初来てましたよね。クマさんかな、あ、じゃあ黒龍神さんが最初か。僕が読んじゃっていいですかね。あ、お願いします。はい、じゃあいきます。日本国民のメディアによる洗脳はいつ頃解けますか。あ、これこういうのあんの。ちょっと質問がざっとしてますね。まああえて答えるならば、うん、そうですね、いつ頃というのは、その日本人だけじゃないんですよ。あのメディアに影響を受けてるのは日本人だけじゃありません。それは時期を決めるのは皆さんそれぞれです。洗脳されてるという思い込みがそうさせてるんです。見なければいいんです、それだけです。なるほど、そうですね。クマさん、チャネリングは自分に怖いというの、怖いとかのブロックがかかっていると受け取りにくいんでしょうか。あ、それはあります。あのチャネリングは不安とか恐怖と相反するところにありますので、あのそれをまず解いた方が、うん、正解です。やはり自分がね、怖いとかこれはちょっとなんか違うんじゃないかと思ってた時は、やっぱそれは入っていかないですよね、なかなかその人にはね。そうですね、うん、やっぱりこれ、まあ、設定の法則とかにも関わってきちゃうんですけど、でもね、ちょっと見てていただいて、だんだんとね、あ、もしかしたらこれ本当に言ってること正しいんじゃないかなみたいな感じで、ちょっとだんだんとね、あの見てていただいて試して、自分の、そうすると全然自分の心が変わってきますからね。そうするとあのだんだん、ピンとくるところが入ってくるようになるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、次にですね、はい、だるまさん、もし よろしければチャネリングで私に必要なメッセージをいただくことはできませんか。これはまあ個人、それはですね、個人でお願いします。はい、公の場所で個人メッセージは基本的には私の考え方としてはしない主義なんで、うん、ということなんで、よろしくお願いします。個人セッションがありますのでね。はい、ちなみに今個人セッションいくらぐらいですかね、すいません。まああんまりその辺の話はちょっとコマーシャルになっちゃうんであれなんですけど、一応30分5000円です。はい、はい、でスカイプとかでも、はい、スカイプでもできますし、はい、ただ一応30分だと多分足りないと思うんですね。はははは、うん、そこら辺はご了解ください。うん、延長があるということも考えてちょっと受けていただければと思いますね。はい、しずたむさん、こんにちは。本当にすごい数ですね、ということで、はい、まだちょっと結構いますけどね。はい、さっき宣伝がちょっとうまくいったんでバーッと来ていただいたんですけど、まだ見ていらっしゃる方が多いということでね、ありがとうございます。
そうですね、あとちょっと熊さんのやつもちょっと、こちらなのでちょっとこれも書かさせていただきます。5599さん、髪切ったんですか？髪切るわけじゃなくて、あの普通にあの坊主にしてるだけですか？はい、はい、これ質問もいいのかな、よくわからないけど、はい。ケンちゃんさん、体ご自愛くださいっていうことですね。あ、大丈夫ですよ、はい。あとウリエさん、ありがとうございます。はい、よかったらハートのチャクラについて詳しく教えていただけませんでしょうか？ハートのチャクラというのは大体心臓のあたりにあるチャクラで、まあ愛情とか、まあいわゆる感情に関するチャクラです。まあそうですね、何をどう聞きたいのかがわからないので、それ以上はちょっと答えようがないんですが、はい。なるほど。もしあれしたらちょっと、追加文でちょっと聞いて書いていただければと思います。はい、今日も書き込み多いのでスクロールがガンガンいっちゃってますけど、グミバラバラになっちゃってるかもしれないですけど、グミ6163、幸せになるための具体的な行動が思いつかないですね。あ、これ意見か、そっか、うん。はい、しずたまさん、ジェイドさんありがとうございます。別の道に進んでみようと思いました。やっていますねってことで、はい。次に、しずたまさん、素敵な笑顔、チャーミングですって書いてますね。国隆信さん、自身はメディア見ていませんよって。国隆信さんのことかな、それともメディア自身って意味かな。はい、たらこさん、死にたいという気持ちはどうすれば治りますか？それに関してはちょっと難しいですけれども、まあ、あえて、これはあの私の個人意見です。まあ、あの、ジェイドの個人意見と言ってもいいですが、タラコさん自身がなんでその気持ちが来るのかという分析をしてみてください。その理由がわからなければ、どこまで行っても堂々巡りになってしまうと思います。その気持ちを自分で分析してみてください。それでそれが自分でどう分析したらいいかわからないのならば、カウンセリングを、ちゃんとしたカウンセリングの先生に受けてください。それが一番正解だと思います。はい、スペースキーでゆこさん、髪を切っちゃったのね。あ、これだ、これだ。イミヤさん、先日グランディングができていないと言われました。いまいちどうしたらいいのかわからないのでしたが、ジェイドさんが、ジェイドさんのメッセージで少し進めそうです。ありがとうございました。仕事に戻ります。あ、ご意見だけですね。すいません。タラコさん、タラコさん、ありがとうございましたということでね、はい、はい、こちらこそありがとうございます。はい、でまぁ、あ、ちょっとざっと質問読んじゃったんですけど、もしご質問とかあればよろしくお願いします。はいはい、エンディさん、こんにちは。チャネリングは翻訳作業が難しいと聞きますが、天狼さんはジェイドさんからの翻訳が違うと注意されますか、という質問ですね。あります。はい、あります。あ、そうなんだ、そういうのあるんだ。へえ。そこはこういった方がいいよみたいなことは言われます。はあ、なるほどね。面白いですね。ちょっと、まあ、ある種二人三脚ですね。はい、はい、そのジェイドさんとこうかあのが来るようになってから変わったこととかありますか、生活で。そうですね、まあそうですね、今まであのお客さんが来ないとかそういうことで悩んでたのがあのなくなりましたね。うん、いや、これはお客さん来るでしょう。いや、僕はそう思いますよ。いや、ここまでね、綺麗なね、チャンネリングだとね、やっぱり僕はじゃあ来るなっていうかね、うん、まあ占いも占いでやっぱいいところはいっぱいあるんですけど、まあこのチャンネリングすることによってちょっと細かくね、いろんなところ入っていくことが今度またできますよね。うん、まあいい占い師も細かく入れますけどね。まあこう占いもチャンネリングも両方できますからね、すごいですよね。しずたまさん、翻訳作業はチャネリングをする人の言葉の中にから選ばれるのですか、あるいはチャネリングする人が知らない言葉も出てくる時がありますか。あ、それはあの知らない言葉も出てきて、あのこれどういう意味よっていうツッコミをこっちがしたくなる時があります。
はい、それ日本語で出てくるんですか、やっぱり。あの基本的にあのイメージの形でいきます。で、あのそれを、まあ、直感的にというか、まあ、自分もね、あのはっきり言って仕組みよく分かってないです。あの、うん、無意識状態でやってるんで、あの、うん、ただ映像で送られてくる、その映像におまけで情報がついてくる、そういう形です。うん、なるほどね。多分ね、見え方とかちょっと聞こえ方ってのちょっと人によって違うんじゃないかと思うんですよね、チャンネルあるのね。はい、ケイヤンさん、最初につながるきっかけはどんな感じでしたか。すいません。あ、これはね、あの自分がね、ジェードっていう風にあのちゃんと把握してなかったんで、一旦封印したようなあの経過があります。もうちょっとやだ、うるさいっていう感じでやめちゃったことがあるんで、もう一回つながり直すというか勉強し直すということをやらされる羽目になりました。はい、ははは。もしかしてちょっと前には来てたってことですか、ジェードさんが。あ、もう昔から声だけは来てました。はあ、はあ、まあ、もしかしたらこれは幽霊の声なんじゃないかとか、そういうことでシシとかやっちゃったわけですね。そう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 。はあ、じゃあ気がついてればもっと早くから使えたってことなんですね。つまり使えたっていうか ね、 ですね。なるほどね。うん、まあいろんな方はいらっしゃいますもんね。確かにその子供の時も聞こえてたっていう方は他のチャレラーさんでもいらっしゃいますんでね。で、大人になってから聞こえなくなっちゃったんだけど、ある日から突然にまた聞こえるようになったとかね、いろいろいらっしゃいますよね。はい、くまさん、ジェイドさんという名前はジェイドさんの名前、ジェイドさんが名乗ったのですか、天狼さんがつけたのですか、ということですね。あ、これは自分がつけました。もともと彼らには名前がないんで。大体のチャンネラーさんはこっちから人間の方がつけてる場合が多いです。ですね。まあ何とでも言ってくれよみたいな感じですよね。ですからね。そうですね。うん、クマさん、そうなんですね、ありがとうございました。うん、でもジェイドっていうのは名前はちょっとかっこいいですよね。うん、タラコさん、誰もいないのに人の声が聞こえるのですが何なのでしょうか。あ、タラコさんのことか。それに関してはきちんと、まあ、なんでしょうね、まあ、あえて言えばそれが絶対とはこれから言うことは例え話で聞いてください。可能性としては誰もいないのに人の声が聞こえるという現象っていうのは実は皆さん絶対起きてるんですよ。なんでかというと魂的な、まあ、いわゆる幽霊というのはどこにでもいるんです。ただそれと波長が合う人は聞こえてしまう場合があります。ただ彼らの声はほとんど無意味です。ただのつぶやきだったりそういうことがするので、タラコさんがもしそういう霊感の持ち主で聞こえてしまうのであれば、まあ、無視することをお勧めします。それが一番の、方法だと思います。で、ただ精神的にもし病んでるような、まあ、タラコさんが病んでるということを言ってるのではないので注意してくださいね。タラコさんがもし精神的にっていうことをお医者さんから言われるような状態であるならば、それはお医者さんが専門なので私に聞いても多分解決しないと思います。ただもし本当実際に何かそういう能力を持っててそれで聞こえるのであれば、基本的に無視した方が正解です。はい、まあ、それ以上はちょっとここではあまり言えないで、すいませんが、そういう答えで納得してください。はい、そうですね。あと霊からの声とね、チャネリングの声はちょっとまたちょっと質が違うので、霊からの声はすごく気をつける必要がありますのでね、なるべくその聞かないようにしていただければと思いますけどね。はい、ということで ありがとうございますということですね。黒龍神さん、神々の名前だって、天使の名前だって、仏様の名前だって、勝手につけたのは人間側って書いてありますね。まあでも、まあ、人間はね、何かこう目印というかね、そういったものがないと、あれが来てとかって言ってもね、あれって何って話になっちゃうんでね。そうなんですよ。うん、不自由なんで。多分意識体の世界だとあれって言って多分言うと思うんだけど、あれって言ってる瞬間に、ああ、あれねって、心電子で分かるんですよね、多分。だから名前つける必要がないんだけど、
多分人間の世界だとあれじゃわからないので名前つける必要があるんですよね。子供とかおじちゃんおばあちゃんがあれあれって言っててそれと一緒なんですよ。本人は分かってたりするんで。そう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 、あれじゃ人間はつつらないですからね。小栗さん、あれっていうか思い浮かべただけで捕まりますよ。そうそうそう、本人はね相手が知ってればそれは繋がりますよ。だけどそのそれを相手に違う第三者に伝えるときに名前がいるってことなんですね、要はね。そう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 。静玉さん、私は好きに呼べって言われますけどね。好きに呼べ。なるほどね。まあ静玉さんもちょっとつながるとこがあるのかな。ライトワーカーさん、周波数でわかる。ああなるほどね。あ、そういう判別方法もあるんですね。まあ本当に波動って言えば波動ですよね。バイブレーションっていう言い方を、まあ、ジェイドは言いますけど、テレパシーとかいわゆるそういう周波数とかそういったものっていうのは距離とか時間とか空間とか全く関係ない瞬間的に伝わるものなんで、もう相手判別するっていうとこじゃないんですよ。もうあ こいつねみたいな感じなんで、そうですね、バイブレーションであり波動でありエネルギーって感じでしょうかね。ね、ちょっとだから人間のところの世界と向こうの世界はちょっと違いますからね、ルールがルールっていうかね、ちょっと勝手が違うところがあるんで、それはいろいろこうまあ勉強していくとね分かってくると思うんですけどね。はい、何か他の方で質問とかありますかね。さっきのね、ハートチャクラの話でもいいんですよ。どこら辺のところを聞きたいのかっていうことをちょっと具体化していただけると、例えばハートチャクラのエネルギーはどういう役割をしてるんだとかね、あとどうやったらそのハートチャクラが開いてきますかとかね、とかね、そういうのとかだったらなんか質問が来るんじゃないかなと思うんですけどね。あ、静玉さん、効果的なチャネリングの勉強方法っておすすめなのは何かありますか。はい、あえて言えば、今度ゆっこさんのとこでちょっとやるんですけども、ちょっとまあ、人数もう入っちゃったんで今回はちょっと難しいと思うし、中級以上の方じゃないとな理解できない内容なんで、まあ、もしある程度の知識がある方であれば、タロットカードまたはオラクルカードを使ったチャネル方法があります。要するにカードを入り口にしてしまうんですね。簡単に言ってしまうとカードを入り口にするという方法はあります。例えば自分の好きなカードをパッとその時に選んで、そのカードの世界に自分の意識を移すっていう方法です。本当は詳しく説明しちゃうとちょっと自分のオリジナルとかもそういう部分があるので、まあ内緒。ああなるほどね。確かにね、カードはきっかけだよって言ってる占い師さんとかいらっしゃいますね。だからマニュアル通り読めばカードの内容そのまま読むんですけど、そうじゃなくてカードのもっと深いところ、それがきっかけとなって自分がそのいろいろこう見えるようになって喋ってらっしゃる占い師さんとかいますね。そうですね、ケンちゃんさんが言ってるアナハタっていうクエスチョンマークがついてますけど、まあそうですね、その辺です。ハートチャクラは、はい。まあ、いろんな呼び方あるんでね、ヨガ系の呼び方とか、インド系の呼び方とか、まあ一般的には西洋ではハートチャクラ、胸のチャクラって言っています。まあ今よりチャクラが開けるかというのはイメージ法を練習してください。チャクラのそういう画像とかを見て大体の場所を把握して、それが綺麗な安定した色合いまたは形をしているというイメージを、呼吸法を行いながら、やってみてください。こういう風な形で綺麗な形に自分のチャクラが変わっていくっていう感じでいいと思います。ただ開くからいいのではないので、そこら辺は誤解のないようにしてください。開いたから能力が持てるとかそういうことはありませんので。国民さんの言う通りです。はい。あ、瞑想なんですね。瞑想、瞑想。そうか、瞑想の方がつながりますよ、確かにね。大きな世界に。ってか、ね、生命の世界にね。確かに。
ね、マルト、あとナルトでチャクラって言ってるんですけどね、あれちょっと違いますんでね、まあ、あれは違います、名前をちょっと使っていただいてるだけなんで、まあ宣伝にはなってるんでいいかもしれないんですけど、正確な言うこととちょっと違いますよね。まあ、まあ、チャクラっていうのはまあ、初心者の方もいらっしゃると思うんで説明しますけど、人間にある、まあ、普通7つって言われてるんですけど、7つあるエネルギーの出入り口のことですね。はい、で、おのおのそれ一つ一つが違うエネルギーっていうか違う役割をしていてですね、例えばハートだと、まあ、愛とかその感情とかそういうところに関わるとかね、あと例えば、まあ、上下から1番目2番目とか言うんですけど、6番目のチャクラだと、まあ、サードアイって言いますかね、こう投資能力が出てきたりとかね、そういうふうなことがあるっていうことを言われてますよね。はい、黒龍さん確かにこれナルトはどちらかというとドラゴンボールの世界なるほど、まあ、あの辺はあくまで漫画なんではいはい、まあ、用語をね皆さんに教えてくれたということでいいんじゃないかということで、はい、ですよね。ニジガイさん、チャクラはエネルギーポイントですよ。とりあえず7つが有名です。はい、そうなんですよ。7つが有名なんですね。他にもないとは言わないです。いろいろありますんで、はい。有名なものを言うと7つってことですね。はい、そうですね。はい、そうですか、ニジガイさんなんか質問ありませんかね、いきなり。そこに振る。無茶ぶりだ。なんか、日頃聞いてみたいこととかないですかね。そうですね、黒龍さん、詳しく言っちゃうと、壺の数ほどあります。そうなんですね。だから、いっぱい、まあ、有名なところから、小さいところから、いろいろありますんでね。まあ、西洋魔術系で言えば10個あるから。なるほどね。忍者さんそれやめよう。夜の街系の質問はダメです。それはノーコメント。はい、今ねちょっと44分なんであと15分しか皆さんありません。あと15分の間に、ね、聞いていただくと、質問来ると思うんで、ちょっとピンとくるものがありましたらですね、聞いていただければと思います。国立さん、あえてということはいきますかね、質問が。あえてなんでしょう。エネルギーヒーリングを受ける際、ですね、それは簡単に言ってしまうと、やってもらう先生と自分との間にきちんと信頼関係が持てる先生が一番いいということになりますけれども、もう一つはマイナスのエネルギーを発している先生は大体違和感とかなんか妙な感じがするっていうのは感が鋭い人は感じると思うので、そういう先生には受けない方がいい。それともう一つはエネルギーヒーリングといってもいろいろな手法があるので、自分に合った方法というのを探してみてください。それは本とか、情報が今いっぱいありますので、選ぶのはいろいろできると思います。自分に、エネルギーがあったなという、この先生いいなというのは直感で探すと大抵合ってたりしますので、直感で探してください。本当に純粋で勘で、あ、この先生いいかもしれない、自分に合ってるかもしれないという人、それから全く無許可でエネルギーを送るような人は受けない方がいいと思います。はい、昨日の夜もね、遠隔のエネルギーを 送ったんですけど、あの時にちゃんと許可を得たってことをしてるんですね。チャットルームにいる人だけ送りますので、ちょっとチャットルームで受けたくない方はチャットルームから出てくださいということで、その選択の余地を残したんですね。それはやっぱりスピーチャーっていうか、本当はこの世の中っていうのはその人のまあなんていうかな、その人がやってはいけないことをやってはいけないっていう流れがあるんですね。それはまあある種こう、まあ、強い言い方しちゃうとカルマを作ってしまう可能性がありますのでね、それはしないということなんですけどね。クマさんのヒーリングやチューメントの降臨の仕組みが、まあ、不思議って言えば普通の現世で生きている人間の方から見ればすごい不思議ですけど、
設定です。その通りです。ただ一つだけ言えてることは、あの遠隔が確実にできているかどうかというのは自分の感覚で分かります。アチューンメントといって無料とかで結構ネット上ではやってたりしますけども、その生徒がちゃんと学んだかどうかっていうのは疑問です。ちゃんとできている人は基本的に分かります。一回受けてみておかしいなと思ったらもう外した方がいいです。はい、じゃあ質問読んでからいきますね。すみません、ちょっとお待ちください。すみません。はいはい。じゃあしずたまさんのしずたまさんと芸人が来ちゃった、直感で決められた後で問題が起こって受けられなかったことが、立て続けに起こったことがあります。これも直感が正しかったと考えて良いんでしょうか。すみません、ちょっとすみません。はい、しずたまさん、それは直感が正しかったということですね。おかしいなっていうのはね、これはね、もう練習しかないです。この人はどういう人なんだろうという集中をしてみてください。それで分かる場合というか訓練になるので、例えばもう無作為にランダムにGoogle とかでそういうスピリチュアルな世界の人の写真を見てください。暗いとか、写真が暗いとか、なんか表情が悪いなってでは大抵あんまりよろしくない場合が多いのでまあ多いというだけで必ず 100% 悪いということは言いませんが、大体自分と合わない方はそういう写真をずっと見てると、あれなんで。コケリュウさん、いってらっしゃい。結構人の写真を見るとね、なんとなくは分かります。まあ、かといって能力者だから分かる分からないっていうわけではありません。普通の人でも分かるようになります。もうその辺は集中力と練習ですね。お待たせしました。修理していたハードディスクプレイヤーが届きました。海の水はね、綺麗な海であれば浄化作用があるので、クリアになるでしょうね。だから私が勧めてるのは、海の水をちゃんと余分な不純物が入った塩はダメですけど、本当に純粋な自然の塩を使っお風呂に入れて、だいたい普通の小さいお風呂、自分の足が伸びるとちょっと大きいかな、だいたい 30g から 40g、お風呂に入れてください。そこに浸かることで結構同じような効果はあります。それはなんだけど、普通のお塩でも大丈夫ですか？合成物でなければ大丈夫です。はい、いわゆるアラジオというやつを使ってください。やっぱアラジオの方がいいですよね。はい、JT ってブランド名言っちゃった。普通のあの白は手話でまずいですよね。化学塩っていうのはちょっと良くないってことですかね。シュートマさん、それ勉強ですね。まあ一番いいエネルギーの時に写真撮りますからね、皆さんね。そう普段がどうかどうかは別ですから、一回ね、仮に受けてみると一番分かりやすいですよ。だって喋り方とかで大体わかるんで、普段こういう人なんだっていうのがわかるから。自主は一番いけないですね、あれは。自主はね、ストレートに言います。否定はしません。ただどの味塩が悪いとかそういうことは言いませんが、基本的に食べる方も良くないと私は思ってます。あくまで個人意見です。はい、不純物が入ってない塩は塩分が自然に体から出るんです。だから塩分取りすぎってよく一時期言ってましたけど、不純物が入ってない塩は自然に体が排出するんで、それほど取りすぎになることはないんです。あれは体に残っちゃうのは基本的に不純物が残るんです。じゃあ悪い塩を食べたりするのは良くないってことですよね。
そういう人の方が病気になりやすくなりますね。うん、なるほどね。もしかしてあの山形とかで塩食べると脳卒中になるとかいろいろやってますけど、ああいうそういうのはもしかして新しい化学園が出てきちゃったおかげでしょうかね、やっぱり。そうですね、うん、やっぱりそうだ。じゃあ塩が悪いんじゃないんですね。塩は悪くないです、うん、ただもちろんね、たっぷり入れすぎたらいけませんよ。あ、そうだね、そう、確かにそう、取りすぎは良くないですね、確かにね、うん、あ、黒の岩塩とかね、岩塩いいんですよ、うん、すごく美味しいしね、あの食べ物が味変わりますから。うん、なるほどね。あのお米にね、少しね、一つまみパラッと入れるだけでもお米の味変わりますから。おお、いいこと考え、聞いた、うん、なるほどね。私は近所にあのフィンクの岩塩を常連のところがあるんで、ひょいひょいと帰ってきますけど、うん、なるほど。今ちょっと、最短のもうあと何分もないんで、最後に一つだけ、もう一つ、お風呂以外に、うん、簡単な一番、外からなんかついてきたなとか、嫌だなっていうのを感じて帰ってきたときに、玄関でまず、両肩にパパッと塩を振ってみるというのも一つの手です。で、もう一つはもっとクリアにしようと思ったら、一つまみのコップ一杯の 水またはぬるま湯に、一つまみのそういう岩塩とかを入れてみてください。それをあんまり一気飲みする必要はないですけど、その一杯を全部飲むと体の中から浄化してくれます。そういうエネルギーを発してますから、岩塩というのは、うん、で食べたりは飲んだりは使えないですけれども、ちょっと高めのを望むんだったらば、クリスタル、水晶のかけらを一緒に入れた黒い岩塩というのが売ってます。それが実は部屋の四隅に置くと風水効果抜群です。なるほど。ネットで調べれば出てきます。何が出てきます？あ、ネットで調べると、出てくる、クリスタル入りの岩塩ということで調べると大抵出てきます。そう、ジェイドさんのとこでは売ってないんですね。ああ、うちではないです。宣伝ではなかったんですね、よかった。なるほど。あ、シュートはさん、うん、作れるとは思いますけどね。ただ、水晶を砕くのが大変だと思いますよ。アメブラにね、それをやってる日記があったんだけど、どこだったかちょっと今、突然出てきません。すいません。クリスタル岩塩っていうの、2つのキーワードで多分出てくると思うんで。あ、クリスタルのさざれがあるんですね。あ、さざれじゃないんですよね。塩と同じぐらいのぐらいに、クリスタルを砕いて、本当に混ぜたやつなんで。細かいですね。うん、なるほどね。かなり肌触りはね、結構、うん、気持ちいいですよ、うん、なんだろうな、小麦粉系の肌触りをザラつかしたいっていう表現になっちゃうのかな、うん、なんかちょっと間違えて塩と一緒に食べそうな感じもしないではないですけど、いや、あれは食べたらまずいです。これ、なんで塩ってこうやって効果、こういう浄化効果ってあるんですか？あれはですね、やっぱり自然物はもうエネルギーなんですよ、はい、やっぱ大地のエネルギーを持ってるんで、大地っていうのはもともと浄化作用があるんですよ。ははは。それをね、地球を荒らしてしまったということで、そういうのの産地が減ってきちゃってるということで、実際高くなっちゃったりとか、そういうことはありますけど、はい、要するにもう大地自体が浄化作用があるって、そのエネルギーを塩が持ってるという、それだけのことです。あ、そうなんですか。なるほどね、そういうことなんですね。お砂糖はちょっと違うと思いますよ。お砂糖はって、クリスタルもじゃあ
クリスタルも同じ原因、それで原因なんですかね、原因というか要因というか。そうですね、はい、あの浄化作用ありますよ。大地のやっぱりエネルギーってことなんですか。そうですね、大地とか海とか、大体、うん、地球には、ね、自然浄化の作用がもともとあるんですよ。はい。ただ、今の現代人がちょっとぶっ壊してますので、それがちょっと問題があるというだけの話。なるほどね。じゃあそういうすごい恩恵の中に私たちはの上で住んでるってことなんですね、要は。そうですね。そうやってやってくれてるの私たちは気づいていなかったんですね。地球さんありがとうみたいな。しずたまさん、自分で作ってみるのもいいかもしれないです。ただ製品に売ってるんでその方が楽だと思いますよ。はい。あ、炭、うん、おすすめですよ。炭もそんなようなあれですからね。大地のエネルギーですからね。あ、なるほどね。僕ね、ちょっと勘違いしてた、結晶構造してるものがそういった浄化作用があるのかなと思ってたんですよ。ああ。大地のエネルギーだったんですね。そうですね。なるほど。じゃあこれ説明、そっかそっか、科学的に説明ってのはちょっと難しいけど、でもそういう意味があるってことなんだな。でも科学者自体が、いわゆる計測したときに、はい、振動数を測ると、はい、違ってるということは実証してます。ほう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 。それは波動測定器とかどこですかね。多分そうだと思います。もう自分もあんまり詳しくはないんですけど、あとクリスタルチューナーってあるじゃないですか、クリスタルにぶつけて音を出すっていう、はい、あれもああいう感じで共鳴させるんですよ、水晶とかを。うん、それを周波数を音をマイクとかで拾って、うん、電子機器で分析するとやっぱり波動が高いらしいですよ。ああなるほどね。はい、今はジェイドさんも一緒に喋ってるんですか、やっぱり。あ、一応情報をもらってます。あ、もらってますか。なるほど。はい。あ、ライトワークさん、地球さんありがとう。そうですね。今日は地球さんありがとうの日だな。そうですね。地球さんありがとうございます。もう感謝するところいっぱいありますよ。うん、はい、なるほどね。黒龍神さん、簡単に言えば疲れた時に海岸に行って海を眺めるだけで良いですよって書いてありますね。はい、海にずっと入ってると疲れてしまう時があるんですけど、あれは逆にどういう原因なんですかね。それは単純に多分運動エネルギーを使ってるだけだと思います。そっかそっか、そっか、海ってすごくそっか体力使うからか。そっか、がっくし。なるほど。そばに足浴じゃないですけど、温泉とかでやる足浴じゃないですけど、それだけでいいんで、中行って泳がなくても大丈夫ですから。はい。ただ黒海とか塩分が濃くて浮く場合はそれ浮いちゃった方がいいです。ただ日本の海は浮かないですからね。なるほどね。はい、ということで、皆さんどうもありがとうございました。時間となりましたので、こんな感じでよろしいでしょうか。質問も大体これで全部いきましたかね。はい、はい。じゃあ、またお会いしましょう。はい、ちょっとカメラ、テレビが最後止まってしまったんですけど、でもいつものことです。はい、これをね、押しちゃうとまたね、これ出なくなっちゃうので、ね、この前にしております。うん、はい、ちょっと止まっちゃう。はい、それではまたよろしくお願いいたします。はい、それじゃあ失礼します。今日は天童さん、ジェイドさんありがとうございました。はい、では落ちます。失礼します。はい、この天童さんの新しいこのスカイプのやつ綺麗ですよね、これね。いいなと思ってるんですけど。はい。ということでね、今日も、テレビ終わりました。どうもありがとうございました。ということで、今日の夜がですね、今日の夜の予告ですね。よいしょ。今日の夜の予告なんですけど、清流さんというか、ホーリードラゴンさんのですね、契約解除の方ということで、やるそうなんで、行ってみてください。ある種設定の法則なんですけどね、また昔ですね、例えば昔とか自分がこうであるって決めてしまって、まあ、契約をしちゃったって時なんですね。例えば僕の例を言うと、
昔、まあ、これ過去世の例に言っちゃうんですけど、まあ、根性でもあるんですけど、こういうふうに契約を してって誰かとやっちゃうと、その能力が使えなくなったりとかですね、そういう契約を結んじゃってしまう場合があるんですね。で、それは日本、まあ、そういったエネルギー的なとかいろんなものが能力が使えなくなる契約をしてしまうケースっていうのがあるんですよ。でそれとかの解除とかだと思うんで、よかったらそれも関連するんで、聞いていただければと思います。ということでどうも今日もありがとうございました。今日もいっぱい、来ていただいてありがとうございます。これだけいるとあれかな、結構、まあ、スカイプじゃない、スティッカムさんだと結構いらっしゃるのかなと思うんですけど、はい。お昼にねここまでいるっていうのはちょっと珍しいなと、思いつつちょっと見てるところがあるんですが、はい。ちょっと待ってくださいライブ一覧で、はい、はい、ありがとうございます。はい、今ので、ね、今、スカイプで入場者数2位でございました。どうもありがとうございます。はい、ということでね、はい、長い時間ありがとうございました。それでは、また次の水曜日にお会いしましょう。それではどうも失礼いたします。はい、ちょっと重いかな、よいしょ、動くかな、お、結構重いな、はい、昼だけど結構重いですね。はい、それではありがとうございます。失礼いたします。ちょっとカクカクしてます。ユーストリームの方もありがとうございました。ここで番組を終わらせていただきます。それでは失礼いたします。また夜やりますので来てくださいね。